像だけってここで待ち合わせしようって意味かな。映画でよくある誘拐犯の合図みたい。冗談はそのくらいにして早く向かうとしよう。うちに首が長くなっちゃう。大牧師でも何か問題が起きたんだろ。静寂、俺たちとパイなんかやってていいのか。平気平気、たとえ大牧師の血が割れたとしても大牧様が何とかしてくれるよ。あの小さな体で何でもやっちゃうんだから、うちの大牧様は。そもそも私は遊びに来たわけじゃなくて、あの方から命じられたの。ここで来たる客人を迎えなさいって。だから貴重な時間を無駄にしないようにサボりと仕事を両立してるんだよ。写真を見る限りだとここみたいだけど、ってここってパイソン？こんなところでトラブルがあったの？このパイがトラブルなの？どうも、品にあふれるお三方。あなたたちが例の貴賓だね。ごめんごめん、私もちゃんと待ってようと思ったんだけど。お、ほら、ポン。でもあの辺は地公子がうじゃうじゃいてうるさくてさ。ちぃ、あんな騒がしい場所で待ち合わせなんて。私の番かん。面白みがないでしょ。だからこの機会に長楽天を案内しようと思ったの。ついでに先週の遊び庭園美玉パイも体験してみたらどうかなって。待って、今度こそ。ほら、我が願いは満たされたり、もう心残りはない。それじゃあ早速出発しよっか。随分と待たせちゃったみたいで本当にごめんね。いや、それほど待ったわけではない。お嬢さんが気合を入れて遊んでいる姿を見ていたら、その庭園美玉パイとやらについて知りたくなった。根気があって優しいだけじゃなくて見る目もある。あ、見て、あれって。あれは剣木と呼ばれる古樹です。かつてはラフが誇る至宝でした。天白氏の人も歴史に精通してるの？すごいね、今の世代なんてあれの由来さえわからないのに。あの剣木は古の時代、泉州が天涯をかける時に残した遺産だと言われてるんだよ。ここからだと枯れ木の半分が見えるでしょ。でも上国無可録によれば、前世紀の大きさは天にいたり星をかけるほどだったんだって。それってつまり、つまり空に至るほど高くも枝に星がなっているようだったということだ。え、そんなに大きかったの？列車と同じ、いや宇宙ステーションヘルタと同じくらいかも。それも違うか。星がなるぐらいなら
先週よりも大きかったりして。その通り。要するに想像を絶する大きさってわけ。まあ結局は伝説に過ぎないんだけどね。私は通勤するときに毎日この景色を見てるからもう見飽きちゃったし。ほら早く行こう。レンジフードの掃除から。もう少しだからしっかりついてきてね。先に言っておくけど、中に入ったら好き勝手に振る舞うのはやめてね。大木様は規則を守らなかったり、あれこれ聞いたりする人が大嫌いなの。自分が招いた客人だとしてもきっと怒られちゃうから。審問を傍聴するだけだ。終わったらすぐに離れる。おかしいな。もしかして壊れてるんじゃない？鍵がかかってたことなんてないのに、鍵を持っていけっていう人もいなかったし。おい、いくらまずい飲食店でも客を門前払いしたりしないよ。本当に大牧師の人なの？それはないよ。もう書庫の管理に降格されてるもん。これ以上の措置なんて取られないと思う。慌てなくて大丈夫だよ。大牧師の門はこれだけじゃない。緊急事用の門を知ってるの。ほらここだよ。ずいぶんと詳しいんだね。きっといつもサボるときに使ってるんでしょう。察しがいいね。そう、この門は大牧師の人にひままの門って呼ばれてるんだ。暇があるとよくここから抜け出して外で何時間も自由を満喫するの。何時間も？その情報は別にいらないかな。侵食やらで面倒なことに。ダメだ、この門も開かない。あんまり大木様を待たせるとまた頼りない静寂がやらかしたって思われる。案内人がこれだもん。やっぱり大木は怒ってるんだよ。君さえ構わないのなら俺が試してみてもいいだろうか。え、それはちょっとなんてね。今のは冗談。全然ダメじゃないよ。それじゃ楊先生に教えてあげる。きっと楽しめると思うよ。開けちゃった。大牧師
全然。みんな構えるんだ。変わり映えしないシチュエーション、次はもっと工夫したよね。ケイン、俺に従え。私が怖いの？え？うちの出番。リュウ、即戦速勝で行こう。たまには真面目にうちのとっておきを食らえ。鬱陶しいわね。あの世に送ってやる。剣、支援のごとし。うち、今回は足を引っ張ってないでしょ。知ってるの？いいえ、静寂のことよ。今は勤務時間内だから会えるとは思わなくて。ちょっと濡れ衣を着せるのはやめてよ。私は真面目に仕事してるんだから。ほら、こうやって大切な客人たちを大木様のところに案内してるでしょ。あら珍しい。今度こそうちらのことだよね。ええ、あの物静かな方がよそ者を招き入れるなんて。大木様に会いたいなら旧館の陣に行くといいわ。大木様は旧館の陣の人手不足を心配なさっているの。市内に駐在している雲気軍は邪水の排除で忙しいようだし、いつになったら進展するのかしら。目の前にあるのが私たち大牧師が誇る大型玉鳥演算装置、旧館の陣だよ。ここに来るまでの間、ことあるごとに玉鳥という言葉を耳にしたが、一体どういうものなんだ？玉鳥はね、玉鳥かな。いい質問なんだけど、すぐには答えられそうにない。ちょっと待って。シミツ州本には玉に門を掘り万事を占うって書いてあった。印鑑を掘るみたいに構造士の職人たちは玉の結晶格子に何億何兆っていう呪符を刻み込んで、それをいろいろな装置に入れて設定した糸で運行させるの。小さい玉鳥は腕輪にはめられるサイズだけど、大きい玉鳥は陣に入れて変数を推測したり未来を占ったりすることもできるんだよ。旧館の陣がまさにそれで、天理の変化でも浮世の変化でも十分な情報さえあれば何でも答えられるんだ。中の呪符と原理は変地天空のヌースに由来してるんだって。すごく奥が深いものだから、大牧師で完全に把握できてるのは大牧様だけだろうね。でも玉鳥の方が響きがいいかも。それに普通のコンピュータにはそんな大層な由来はないでしょ。ムースに関わりがあるなんて。ミス・ヘルタの宇宙ステーションにもムースに関連するものはなかったと思うよ。とにかく運行さえできれば玉鳥だろうがコンピューターだろうが名前はどうだっていいの。そう、今日の案内人が静寂でも白寂でもどうだっていいのと同じようにね。もうすぐ陣の中心だよ。大木様はそこで私たちを待ってるはず。
フゲン殿、進捗は？道引きは剣、真のマニュアル、行に差異あり、理はなし。フゲン殿、わかりやすく。大惨事が訪れる。これが今日の大牧師の運勢です。旧館の陣が止まるだけでなく、呪符が陰気に染まり、市内には性格による邪水までが降りかかる。運気軍は民の保護に奔走しておりますので、陣を復元したくとも避ける兵力がありません。そんな中、将軍に性格ハンターまで押し付けられたとなれば、大惨事と言っても過言ではないでしょう。私の前にいるのは先見の明あり、方眼に漏れなしと称えられる不言道だ。基地を追い、今日を避けるのは君のお箱じゃないか。公言は結構です。運勢、それすなわち天理なれば、小賢しい真似で避けることはできません。大牧師は目の前の基地と今日を示し、正しい選択をするために最善を尽くすのみ。形勢を一変させるような力はありませんよ。だから不言殿が必要だと言っているんだ。未来を観測できる性格ハンターを相手にするなら、先見の明がある君ほどふさわしい人はいない。人手については心配しなくとも、すでに準備してある。ほら、ちょうど来たんじゃないか。大牧様、ご命令は受けておりませんが、客人たちを連れてまいりました。人を使うという点に関しては将軍にかないませんね。隙さえあれば針を刺すのですもの。せっかく来てくれたんだ、それを生かさない手はないだろう。私の許可なく旧館の陣に足を踏み入れるのは規則違反なのだけど、そんなことを言ったら人の心がないと思われてしまうかしら。お前たちと再会できたこと嬉しく思うわ。静寂って子は普段は頼りないのに、ここぞという時は力を発揮するのね。確かにお前たちになら安心して頼める。ふん、私は誰かと違って、大牧師の人間でもないお前たちを勝手に差し使わすわけにはいかないでしょ。社交辞令はやめよう。将軍の話なら聞いたし、何でも任せてくれていいから。では無駄話はここまでにしましょう。今の大牧師は人手不足だから、お前たちには旧館の陣の元井を再起動する作業を手伝ってほしいの。ついでに性格の邪水の排除もね。静寂を同行させるから、元井の再起動は彼女に任せればいい。邪水の排除についてはほほん、自分で占ってみたんだけど、うちら3人とも多忙の運命だってさ。何魔法の言葉って。それなら簡単だよ。シンプルだけど大事な言葉、つまりお願い。お願いよ。引き受けてあげる。静寂、この件はお前に一任する。それからさっき聞いたことは全て忘れなさい。恩をあだで返すなんて、
ご褒美がもらえると思ったのに、また仕事が増えちゃった。大木様があなたたちをジンの元井まで案内しろってさ。どれだけ苦労して書庫に移動したと思ってるの？サボるのにぴったりな場所なんてもうないって。全部パーだよ。私の気ままな大牧師キャリアが全部パー。しくじったら大牧師から追い出されるかもしれないし、うまくいったところで今後たくさん仕事を押し付けられるだろうし、こんなことになるって知ってたらあそこでパイを続けていればよかったな。列車の諸君、久しぶりだね。まずは礼を言わせてくれ。諸君のおかげでラフは無事カフカを捕らえることができた。カンパニーは性格ハンターに大金をかけているが、今までに逮捕したという記録はない。これで先週は一歩先に進めたというわけだ。異なる運命を歩んでいる以上、競い合うも何もないが、同盟の死は不死の忌み物を遵守することにあり、カンパニーは自分たちの尊厳を実現することに専念している。協力はできても仲間にはなれないさ。ただカンパニーの指名手配犯を選手が捕らえられたことは個人的にとても愉快だと思っているよ。けれど今のところカフカが口を割る様子はない。性格ハンターの意図を明かすにはやはり大牧師の力が必要だ。その意図を明かす方法とは、旧館の陣でカフカを審問することか。その通り。大牧師の秘宝たる旧館の陣は、本来は船の航路を占い未来を問うためのもの。だが性格ハンターの秘密を解き明かすためなら、たとえ条理に背くことになっても牧さんで彼女の意図を占うしかない。旧館の陣が運行できるか否か、それが事の行く末を決める。だから諸君にも協力を頼みたい。どうか大牧殿に助力し儀式を成功させてくれ。ここが中央の陣だよ。中央を見渡す、つまり天地国を見るって意味で、この元井は時間に関する情報を調べるのに使われてるんだって。これでよしっと。え、符を合わせただけで終わりなの？知らないの？複雑なものほど操作が簡単だったりするんだよ。これならあんたたちの大牧様でもできるじゃん。もしかしたら彼女も私みたいにサボりたかったのかもね。
櫓の妖怪？緊張しなくても大丈夫だよ。泉州に妖怪なんていないから。あれは金陣って言って陣を守ってるんだ。重要な場所には必ずあれがいるの。あそこでしゃがんでるけど、まるで近寄ったら首をはねてやるって言ってるように見えない？前を通ろうとしたら絶対襲ってくるやつでしょ。私たちは大木様の命令で来たんだから大丈夫だよ。通行禁止。三月の嬢ちゃん、ひょうたんから駒が出たね。早く何とかして。強者から学ばないと。満剣天雷。しつこい。いや、楽にした。長所ともに散れ。スタールインファントム。ルールは破るためにある。開館の陣、確か空間についての情報を扱ってるんだったかな。よし、終わり。次に行こう。ここは行政の陣って呼ばれていて、
物事の因果を整理するところだよ。なんとか3つの元井を起動できたね。中心に戻って大木様に報告しよう。ご苦労様。神の呪符が全て灯されているのを感じる。ではこれよりカフカの審問を始めましょう。神の中心にいると多少の衝撃を受けるかもしれないけど、準備はいい？あら、こんなに大げさな儀式が必要なの？言うことを聞くって言ったのに。言霊で人の心を惑わす魔女の言うことなど聞きたくないわ。何を言っても構わない。ただ私が信じるのは、旧館の陣が占った結果だけ。大牧師にはお前から真実を掘り起こす方法がある。言葉よりもはるかに強力な方法がね。そうなら大牧様、私の運命を存分に見届けてちょうだいね。気に入った？ありえない。でも、旧館の陣に間違いはない。カフカは性格と無関係。お前たち、まさかお前たちが。バカバカしい。こんなことが。自分で彼女に聞いてみなさい。時間なら好きなだけあげるから。この件すぐに将軍に報告しなければ。私は先に失礼させてもらう。聞いてみたらどうだ。カフカにはいろいろと聞きたいことがあるだろう。カフカに聞きたいことがあるのなら今が絶好のチャンスだ。聞きたいことなら山ほどあるが、俺は後でいい。行くなら一人で行って。うちはあの女と話したくない。また大人のお姉さんに騙されないように気をつけないよ。ああ、うちは超警戒心強いんですけど。あんたとタンコ、幼おじちゃんや姫子以外は信用してないし。
何も変わってないのね。ごめんなさい、こんな情けない姿を見せてしまって。本当？それならよかった。取り乱した姿なんて君の記憶に残したくないもの。列車で君と話さなかったのはこうなることを想定していたからよ。だから全て取っておくことにしたの。私に聞きたいことがあるんでしょ。エリオは君が3つの質問をすると予言した。でもそれらに本質的な違いはないとも言っていたわ。だから君が3つの質問のうち1つを口にしたら今回の目的の一部始終を教えてあげるつもりだったの。つまり全ての物事は彼の予言通りに進んでいる。どう？私の答えを聞く準備はいい？先週で起きた性格の災いは私たちと直接的な関わりはない。でもエリオの立場を考えると性格ハンターに罪がないとも言えないわ。私たちは予言のことを知っていながら見て見ぬふりをしていた。そして絶好のタイミングで身を投じたの。大木があんなに驚いていたのは三つの事実を見たからよ。一つ目、性格ハンターは泉州の敵じゃない。これは君も知っていたことだけど信じなかった。二つ目、泉州に性格を持ち込んだ人物は他にいる。うちにも外にも問題を抱えているなんてかわいそうに。ラフ内部の裏切り者と外部の敵が手を組んで泉州を滅ぼそうとしているの。だから大木も慌てて将軍に報告しに行ったんでしょうね。でも大木が知っているのはこれだけ。何しろエリオは私に肝心なことは教えてくれなかったから。彼は大木氏が私に対して旧館の陣を使うと予言した。事故を防ぐために今の私は泉州同盟が知るべきことしか知らないの。そして三つ目は泉州同盟が夢にも思っていない事実。もし性格ハンターが黒幕じゃないのだとしたら、なぜ私とジンがここに現れたと思う？君たちのためよ。不条理だと思うでしょ。大木が信じないのも無理はないわ。でも旧館の陣は嘘をつかない。だから面白い答えが出たの。性格ハンターがここに現れたのも、陣が捕らえられたのも、私がここに連れてこられたのも、全ては君たちを請求列車を泉州に誘導するためなのよ。請求列車がラフにやってくる。そしてラフで大事をなす。エリオが選択した未来で遵守の力は欠かせないものだから、そのために君たちには同盟と接触してもらう必要がある。だから君たちをここへおびき寄せたの。ラフの将軍とつながり、性格の災いを解決して同盟に貸しを作る。そうすれば将来最も大事な時に泉州が君の力になってくれるはずよ。どう？驚いた？悪名高い性格ハンターが君を泉州の英雄にするためだけにこれだけのことをしたのよ。素晴らしい脚本だと思わない？言ったでしょ、エリオは肝心なことは教えてくれなかったって。未来の可能性は無限にある。物事を知るタイミングを間違えれば
今までの私たちの努力が水の泡になってしまうの。でも未来について一つだけ教えてあげる。最高と最悪の未来で君たちは壊滅のナヌークと対峙することになる。その時になったらあらゆる助けが必要になるでしょうね。何しろアイオンとの戦いだもの。あれは君も私も星球列車も到達できない域の存在よ。多くの未来ではその瞬間に運命が終わりを迎える。でもエリオの脚本に従えば希望はあるの。知ってる？たとえ星の神だろうと殺すことはできるの。繁殖のタイズルスについてもっと教えて。すっごく面白かった。不思議だね、アイオーンも死ぬの？無敵じゃないんだ。絶対的な無敵も永遠の不朽もこの世には存在しない。ただ凡人たちの目線で見たものを誇張しただけさ。でも繁殖の死は確かに凡人の理解の範疇を超えている。あれは他のアイオーンにやられたからね。理解できないな。アイオーン同士でしょ、なんで殺し合うの？お嬢さんは本当に先修人なのかい？他のアイオーンはともあれランと薬師の話は知っているだろう。同盟の宿願といえば薬師を滅ぼすことじゃないか。もちろん知ってるよ。少しだけだけど。いつも母さんに剣の練習ばっかりさせられてきたからあんまり学校に行ってなくて。なら話題を変えよう。順守と北条の因縁を知らないのならいろいろと説明が長くなる。わかったよ。じゃあその大きい箱の中に入ってるものを教えて。この白い箱のことが気になるのかい？これは霊柩というものだ。死者を納める箱で一般的には棺と呼ばれている。死者？行商人じゃなかったの？これも行商人の仕事なんだ。この棺を泉州に運ぶよう頼まれてね。千年も生きる種族にとって死は遠すぎる言葉かもしれないが。そんなことないよ。戦場に出たら戦死は日常茶飯事だから。でも私たちには箱、いや棺に遺体を入れる習慣はないね。同胞が死んだら戦州人は死者の名前と玉鳥を獣王子の因果殿に祀るんだ。それに古族や寿命族にもそれぞれの儀式がある。昔古族の戦士が死んだ仲間を星座に収めて星々に送り出すのを見たよ。彼らはそれを星宮行きと呼んでいた。ちなみに寿命族は神秘的だから噂話になるけど、長く生きすぎる、もしくは傷を負って瀕死になると真珠のような卵の姿になるって聞いたよ。それから幼児の姿で殻を破って生まれ直すんだって。母さんは寿命族を竜の血族って呼んでる。子供の頃は母さんの話を聞いて寿命族はみんな竜に変化できると思ってたんだけど、本当かどうかは。炭鉱先生がついに喋った。お前の母親の言う通り、寿命は竜の血族、つまりアイオーン不朽の末裔だ。だから竜に変化できる者もいるが、誰もが持つ資質ではない。貴重な力ゆえに
複雑な儀式と試練を乗り越えた者のみ受け継ぐことができるんだが、継承者にとって幸いだとはとても言えない。僕も不朽の竜とその末裔の物語を聞いたことがある。どの物語でも朽ちることのない命を歌っていたんだが、突然竜は消えた。まるで存在していなかったかのように、その末裔だけを残して。天命はいずれ尽き、定められた結末を迎える。たとえアイオーンでも不朽を名乗ることはなく、その結末にたどり着くだろう。余計なことを聞くんだけど、棺の中の人を知ってるの？ああ、友達？いいや。じゃあ、恋人？何を考えてるんだい？この中にいるのは僕とは無関係の人さ。ただ一度だけ面識があったけどね。そして偶然にも頼まれてここまでやってきたんだ。さあ、存分に休憩を取っただろう。おしゃべりはここまでにしようじゃないか。即決で奴らをやっつけて、あの子を救うの。お嬢さんに任せていいんじゃなかったのかい？人数が増えればその分強くなるでしょ。お願い、終わったら勇敢な市民賞を送るから。世間話をしている暇はない。行くぞ。授けん。やっかよ、避けん。償いたまえ。同天元家聖武一角。僕は医術を少しかじってるんだ。よかったら少し見てみよう。あんたには分かりにくかったね。この子は傀儡なんだ。だから地甲子まで送っていかないといけなくて。大丈夫だよ、お嬢さん。僕に任せてくれ。
痛くはないはずだが、奇妙な感覚、凝ったり痺れたりするような感覚がするはずだ。我慢して動かないように気をつけてくれ。無駄です。この身はからくり、肉体ではあり。からくりでも肉体でも形あるものに過ぎない。お嬢さんさえよければ僕が癒そう。不思議です。どうやって医術って範疇を超えてるよね。北条のよかった、地甲子に帰らずに済みました。任務を続行します。獣王子の律令により半眼は外の者と縁を結んではなりません。ですが、助けてもらったお礼に一言だけ忠告を。即座にここを離れてください。私がここにいるのは重罪人である性格ハンターを捕らえるため。非凡な腕と兵器を持った極めて危険な対象です。異変に遭遇していなかったら私の寿命はもう終わっていたでしょう。ついてきてください。星の神だろうと、殺すことはできるの。何を言ってるの？それは私たちの願望じゃないわ。ただ昔の出来事を教えてあげたいだけよ。死したアイオーンのことをね。不朽の竜、準備のイドリラ、秩序のエナ、繁殖のタイズルス、そして開拓のアキビリ、どれもかつては星の海を揺らした名前よ。でも今はいなくなって主なき運命だけが残ってる。今現在人々に知られているアイオーンを殺す方法は3つあるわ。その1、概念が被る運命は互いに衝突する。広大な運命の方が狭い方を飲み込むの。秩序のエナはそうやって調和のシペに飲み込まれ同化した。その2、アイオン同士の戦い、強い方が弱い方を消滅させるの。繁殖のタイズルスはそれで死んだわ。そして先週同盟も純守の導きのもと宇宙を渡って北条の忌み物を借り、その目的を果たそうとしている。私が知ってる物語はこうよ。同盟はもともと薬師を探し賜物を求める薬乞だった。彼らはアイオンに謁見でき、死を癒せる賜物剣木を手にした。けどすぐさま彼らは気づいた。自分たちが不死の呪いに汚染されたと。そして純守が現れ、一矢で剣木を射抜き分かつ。その後宇宙から不死の呪いを排除するため同盟は薬師の後を追い始めた。どうかしら、スリル満点の話だったでしょ。聖堂を歩く人間からは永遠に聞けない話よ。待って、そろそろ時間だわ。始まったわね。
わよ、ジンちゃん。残りの2カ所に向かわなきゃ。カフカが逃げた？まずい。大木に何て言えばいいんだろう。カフカが私に本当のことを言ったのなら、大木の方は大丈夫なはず。あんた、あの女に洗脳されてるの？あれって静寂が見せてくれた半分になった枯れ木でしょ。急に成長してるけどおかしいよね。素晴らしい、実に素晴らしい。なんという幸運。たとえ長命種であっても一生見られないような光景です。この異様なエネルギーは正確だ。ってことは性格の力で剣木が生命力を得た。ああ、この異常現象の元凶は運気軍が探している性格だろう。巨人は嘘をつかない。フゲンドロが見たカフカの論理に違和感はなかったな。我々はまた行って駒を進められたと言えよう。ラフに外敵がいるのは承知の上だ。性格が突如現れたのもきっと誰かが持ち込んだに違いない。そして内なる敵は北条の民と自称する組織薬王秘伝の他にないだろう。カフカの真実は私の憂いを証明した。お前将軍はいつ気づかれたのですか。初めて性格が姿を現した時だろうか。先週は定休の指名より加護を受けていて、他のアイオーンの指令でなければ私の目をごまかしラフに潜り込むことはできないだろう。だから外敵と考えたんだ。性格は諸々蝕んでいくが、幼稚たる新作府と優秀国だけは妙に避けていた。明らかに別の意図があるからだろう。これだけの計画を練られるんだ。ラフの内務に詳しい裏切り者の存在を疑わざるを得なくなる。まあ簡単な推理に過ぎないよ。やつを見て分かったんだ。性格ハンターが糸を引いているわけではないと。ならばやつはどうしてここに来た。請求列車をおびき寄せた理由は。私はこの謎だけは解けないままでいた。だがこうしてフゲン殿が解いてくれるとは。性格ハンターか。確かに面白い連中だな。あんなに手間をかけた理由が泉州と列車に縁を結ばせるためだったとは。将軍、もうのんびりしている暇はありません。剣木が探す手間が省けたよ。あれが性格だ。裏切り者があれを剣木に投げ込み蘇らせた。薬王秘伝もついに我慢の限界に達したか。危機は転機にもなります。問題の所在さえつかめたら全ては簡単なこと。
また私に策を練れと。ああ、フゲン殿ならきっと良策を思いつくだろう。私の意見はこうです。すぐに運気軍を集めて剣木のある同点に向かわせ、性格の邪水を払い、再生の勢いを止める。ふむ、砲丸を持つフゲン殿の意見だ。問題を解決する一番の近道に違いない。だが近道がいつも最適解とは限らない。フゲン殿は私が性格のありかを知りながらも兵を動かさなかった理由は何だと思う？将軍。ん？将軍も悪いお人ですね。きちんと根絶やしにしなければならないからね。あと少しだ。薬王秘伝が今動いたという事実は、場を収めた運気軍を見て奴らが焦り出したことを証明している。この機に一網打尽にしなければ。座ったまま待つというのですか？万が一何かあったらどう責任を取るおつもりで？まったく、フゲン殿、私の騎兵を忘れたのかい？性格ハンターが故意に列車と選手を結びつけたなら日照りに雨だ。その行為に甘えようじゃないか。だろうね。将軍ってば微笑むたびにうちらを走るんだから。私が間違っていたわ。将軍に余計な期待を持つなんて。いい加減にしてください。どれだけこの騎兵をこき使えば気が済むんですか？まさかこのラフに他に使える人材はないというのですか？なんです、じっとこちらを見て。それとお忘れなく、剣木のありかは非中の非、選手の民以外に接触させるのは規則に反するか。なら私からもフゲン殿に一言忠告しよう。規則は選手があってこそ成立するものだ。危機が迫った時、規則が有用であれば従うが、無用であれば捨てざるを得ない。だから私はとある規則に反する決定をしようと思う。とあるというには数が多すぎるかもしれないが、考えただけで清々しくなるよ。フゲン殿、この兵符を君に渡そう。運気軍の指揮は任せた。剣木の近くにある探偵士で策を打ってくれ。私が兵をですか？ずっと将軍になってみたかったのだろう。いつも嫌がってたくせに、どうして？わかりましたわ。将軍の命に従うとしましょう。そして列車の諸君、これより正式に性格封じの策に加わってほしい。運気軍の方はフゲン殿が手配するはずだ。でもその前に諸君は構造士の近道を通り、フゲン殿と再度合流してほしい。ああ、わかるとも。君の目には私は恩知らずに映るのだろうか。先週の激変を耐え、離れず手を差し伸べてくれたこと、心から感謝しよう。だがこのような窮地でもし私が駆け引きをしようとしたら、きっと諸君は失望するだろう。ラフも恥をかくことになる。だから全てが収まってから、その時に報酬の話をしよう。そうだ、
客人の道案内はやはり帝雲殿に頼みたいと思っている。はい、喜んで務めさせていただきます。探偵士、林縁橋は剣木の封印場所に一番近い同点だ。すまないが、そこへと向かい調査をしてくれないか。定休の指名が剣木を割ってから、あれは数千年もの間枯れた状態を保ってきた。古書や歴史に詳しいものを除けば、大半の先秀人はあれをただの枯れ木としか思っていない。先人たちはそんな風に思わせるためにわざとあれを人の目が届く場所に置いたんだ。だが実際は秘術がかけられていて、剣木に向かいまっすぐ進んでもたどり着けないようになっている。しかし性格を先秀に持ち込み、剣木の根に投げ込んだ者がいた。外の力を使い剣木を蘇らせ、何らかの目的を果たそうとしている。私は性格を持ち込んだ者と性格を覚醒させた者が同じ目的で動いているとは思わない。フゲン殿には大牧師の近道を開けておくよう私から伝えてある。そこを通るといい。今日に際あり、利はなし。やはり過小に誤りなしのようね。いまいましい。数千年も折れたまま、枯れたままの剣木がよみがえるとは。先週は前途多難ね。すでに予想していたわ。え、怒らないんだ。すでに占い済みで心の準備をしてたみたいだね。カフカを追っても無駄でしょう。旧館の陣は彼女の潔白を示しているもの。今重視すべきは剣木よ。剣木がよみがえるとか、先週は前途多難ね。本当に人を使うのが好きね。あそこは探偵室に一番近いからもうめちゃくちゃになってると思うわ。精査はすでに用意してあるから私についてきなさい。将軍からの請託があるゆえ、私はここで失礼するわ。お前たちも気をつけて。そうだ、大木様、うちらの運勢も占ってほしいんだけど、どこをどう注意すればいい？その必要はないわ。この方眼で見た限り、お前たちの行く先は原稿理定、万事順調なり。本当に道具とか指を使わなくても分かるの？よく言った、フゲンさん。その言葉に感謝する。さあ、行こう。どうしたの？まだ行かないの？行き先の吉凶が気になるのなら心配ないわ。過小は大吉よ。信じない？まあいいでしょう。命数は無常なり、天意を信じるぐらいなら
己を信じた方がいいかもしれないわね。集まってますね。どうやら今日のラフは勤労に向いていない運勢のようです。構造士は性格の侵食が始まってから作業を止めていたはずですが、ここの方たちはどうして安全な場所に避難していないのでしょう。仕事を愛してるからとか、大牧師の牧者のことを思い出すとギャップを感じる。仕事だからな。これでみんな生きているんだ。大人の世界に楽なものなんてないよ。経験者っていう感じの口ぶりだね。感じたまま話しただけだ。気にするな。楽な運命なんかありませんよ。この構造士にはからくりを研究する工房ばかりが存在し、発明に狂った職人がたくさんいます。そして彼らの伝統といえるのが、たびたびヘマをすることです。建物が消えたり、傀儡が暴走したり。ご注意ください。今回も中が大変なことになって、職人たちが入れなくなっているのでしょう。それでも進むしかない。まずは誰かに話を聞こう。